おとなしく水の中へ入った方が身のためだぞ。何？あんた、私を助けに来たんじゃないの？私に助けられてどうすんのよ。あるの、いきなり落とさなくたって。残りは私が相手をする。アマナスはお前たちに任せる。うん、任せるって。大丈夫、あいつ大したことないから。早く行け。おのれ。観念して正体見せるや。見るな、見るな。どう見てもただの親父。それに日本人っぽいし。違う、私はこの世界の独裁者、神をもひれ伏せられる存在なのだ。何言ってんだこいつ。こういうバカには痛みでもって現実を教えてやらないとダメなのよ。誰か助けろ。しまった。形勢逆転だな。逃げ場のないこの現状に悲しみの歌を歌うがいい。やれ。中に偶然この世界への入り口を見つけて、ここの仕組みをなんとなく理解した時に、私の大出世が始まったんだよな。さっさと入りやがれ。何をしている。お前も早く逃げろ。なんて言ったらいいか。ありがとう春。早く行けバカ者。強い心を持った人間たちに会えてよかった。こんな流れ、城へ行く時はなかったのに。そろそろ転生の時間なのかもな。